はい、調子は良さそうですね。そうですね、はい、さて土俵上は松鳳山に阿炎、これ楽しみです。阿炎関、場所前のインタビューがあります、どうぞ。そうですね、自分の記事を見たんですけど、まあ嬉しかったですよね。それで、まあ、まあ自分の勝手な解釈かもしれないですけど、自分自身がその新しく踏み出せているっていう証拠でもあるので、やっぱそうやって感じ取ってくれた人がそうやってちゃんと言ってくれたというので、自分は本当に前に進めてるんだなってまた新しく思いましたし、はい。おーということでしたが、うん、これ興味深いのは、はい、2人が、まあ、お互いがこういいところを思い出したっていうことですよね、うん、今のコメントを聞いてますと。そうですね、まあ、おそらく激しい突っ張り合いっていうんですかね、はいはい、やっぱり同じようなスタイルの相手っていうのは燃えますよね。自分の得意な形というか攻め方っていうのが相手も一緒だと、こう得意なスタイル同士で目いっぱいぶつかり合える、はい、力を出し合えるっていうことなんで、埼玉県を決めそうという気持ちも湧きますよね。そうですね、気合が入ると思います。あ、そして決まり手を今場所はこうして先場所のものですね、うん、分析しております。一番は上手投げ 30%、 押し出しが続いて 20%、 まあ寄り切りも 20%、 その他 30% となっております。松鳳山関は元気ですね。そうですね、まあ、得意突き押しだけど、その決まりって上手投げ 30% ってことは、まあちょっと前に出る力っていうのは衰えてはきてるんですけど、そこを技術でカバーしてると、はあ、技術と気持ちですかね、若さの気持ちを忘れずに頑張ってるんだと思います。面白いですね、そういうところ見えてくるデータ、はい、今場所は再入幕が7場所ぶり、まあ本当ね、よく戻ってきましたよね。そうですね、うん、福岡県は築城町出身、昨日剣翔戦が大きな相手に下からついて押し出し、まあ、本人もいい内容だっていう風に振り返っていたんですね、うん、やっぱり、まあ、ご当初地元、はい、福岡で開催ですから、はい、やっぱり気持ちは違うと思いますね。そうですね、はい、まあ対して阿炎関も2連勝昨日は千代の国戦突き切った相撲がありました。今日は圧力どうか、うん、右を伸ばしていった松鳳山に、ここは右左リズムよく押し出しました阿炎です。阿炎の相撲、大岩戸さん、うん、素晴らしいんじゃないでしょうか。もうパワフルさが違いますよね、はい、まあ、ちょっと松鳳山今日は立ち合い失敗かなと、たまにああいう張り差し見せるんですけど、はい、阿炎もまあそれは多分考えてた、はい、と思うので、どうせやったら、ね、真っ向勝負突き押しで相撲を取ってほしかったですね。それが見たかったですね、はい、まあ、阿炎はもうちょっとこう目線下げて、はい、額から入ってますもんね。珍しくその頭からね、はい、当たっていきましたね。さあそして本人もこう意気揚々とした風に背中が見えます。3連勝、うん、いいんじゃないでしょうか。いいですね、うん、やっぱちょっといろいろあってね、はい、あの土俵に立てなかったということで、はい、今その土俵に立てる喜びっていうのをかみしめて、はい、充実していると思います、そうですね、次の次の次の大関候補だろうなんていう見立ての方もいらっしゃいます、うん、さあ阿炎は明日魁聖と、松鳳山は明日天空海戦です。さてアベマ今日の押し取り組みこちらです。17時10分ごろ裏登場、楽しみです。相手は豊昇龍です。東区出身